そう、新井監督、ほんのり無能臭が漂い始める。少し弱い模様。大丈夫やろか。辛いです。どんでんに盗塁の気配察知されててくさ、そら盗塁はするやろ、純粋に大盛りがアホ。再建中やぞ。監督初年度は前任の影響が大きいから、無能判定は2年目やで。一番きつい時期の監督受けたから、辛いのは仕方ないやろ。いいよいいよ、切り替えていこう。洗いが悪いで、すべて済ませるつもりやからな。立浪よりもしていき。最悪の時期の監督やから後半に良くなったらええやろ。スマホ持て。チャンネル登録よろしくお願いします。